ディーウ包囲戦、または第二次ディーウ包囲戦は1546年に行われた、クジャラートスルターン朝によるポルトガル領インドのディーウの包囲ポルトガルの勝利に終わった。16世紀初期、イスラム教国のクジャラートスルターン朝はインドにおける海軍の教国であった。クジャラートはマムルークの助けを借りて、ポルトガル艦隊と戦った。ポルトガルは1508年に、 マムルークとグジャラートの連合艦隊に敗れたが、翌1509年のディーウ沖の海戦での再戦では勝利した。ポルトガルは1536年までにディーウを完全に支配下に置き、一方グジャラートはムガル帝国の攻撃にさらされるようになった。オスマン帝国は1517年にエジプトを1538年にアデンを支配下に置くと、 同1538年に、グジャラートスルターンアサと手を組んでハンポルトガル構成に、撃って出た。両国はすぐに、DU を包囲したが、失敗して撤退している。1538年の包囲が失敗した後、グジャラートの将軍カジャール・サファルは、DU を再占領すべく再度包囲した。ジョアンデ・マスカレニアス率いる DU の守備軍は1546年4月20日から11月10日までの、 7ヶ月間、包囲に耐えた。ポルトガル側の総督ジョアンデカストロが艦隊を率いて到着すると彼は包囲軍を敗走させて包囲戦を集結させた。カジャールサファルト息子のムハラムルミカーンは包囲戦の最中に戦死した。ありがとうございます。